グレイグが仲間に加わった。めっちゃドヤ顔やね。あ、さらにドヤ顔になった。これまでのあらすじ。仲間を探す旅の途中、最後の砦を訪れたアイナは、デルカダール王と将軍グレイグに再会。常闇を生む魔物を倒し、空を覆う闇を晴らすため、王の願いを受けたアイナは、グレイグと共に潜入を試みようとデルカダール城に向かう。城への潜入に成功し、城下にある玉座の間を目指すアイナとグレイグは、中庭の大樹の根で見た、グレイグの記憶を頼りに隠し階段を見つけ出す。城下に向かう直前、グレイグはアイナに今までの非礼を詫び、魔物と戦う決意を新たにする。玉座の間について二人を待ち受けていたのは、魔王の力により魔軍司令となったホメロスだった。グレイグはホメロスの攻撃を受け、一度は膝をつくも、勇者を守る盾となることに戦う理由を見つけたと語り、再び立ち上がるとホメロスに切りかかる。しかし、グレイグの攻撃は当たらず、ホメロスはそんなグレイグの様子をあざけり笑い、空に消えていく。残された二人は、後を任された六軍王の一人、四季軍王ゾルデとの戦いに勝利し、デルカダールの空を覆う闇を晴らすのであった。よくお戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。ほい!ということで、今回もやっていきたいと思います。思いますけども、あれよね。あらすじを見た感じしたか。え?どこ?こっち?あ、こっちでよかった。あらすじを見た感じ、全く、記憶にないね。また結構、撮影期間が空いたんだけども、前回さ、最後の砦の前で戦いおらんかったっけ?あの戦いって、もっと前やったっけ?え、そんなに前の出来事やった?え、なんか、ちょっとした、ね、小ボス的なやつと戦ったよね。確か、あそこでも。何?びっくりした。なんか赤いカラスがおった。赤いカラスがおったよ。ね、カラスってさ、毎日挨拶しよったら覚えてくれるらしいよ。それでなんか、ゴミ捨て場とか荒らされになったりするって見たことある。ここよね。最後の砦。待って、進めんかった。馬は?馬ここに置きっぱな感じ?めっちゃなんか悲しげやけど。連れていけんのあれ。絶対ここ通れるやんね、普通に。いや、出入り口の扉だけちょっと狭かったけど、ここ普通に走れると思うんだ。最後の砦の中ってさ、動物おるよね。いや、まあ、あの犬はおるとして、馬とかおらんかった?おったような気がしたんやけど。ん?ほら、すでに、これ私の馬じゃないやろ。なんかほら、私の馬だけ、仲間外れ感が半端ないんやけど、あんな手前で、あんな手前で放っておかれて。これどこに向かえばいいんかな?とりあえず王様に連絡か?報告かな?王様。ね、人がおらんくね?人がおらんくね?え?戻ってきたんでよかったんよね。これか?王様。よっ。あれ違ったっけ?いや、王のテントって書いてるぞ。どこ行った?なんか奥でパーティーの準備とかしてくれよる感じかな。アイナ、何かがおかしい。民の姿がどこにも見えないぞ。我が王はどこにおられる?嫌な予感がする。アイナ、皆を探そう。砦の外には出ていないはずだ。マジでそういう嫌な感じ?砦の奥こっちか。あ、違う違う。こっちか。なんか普通に今ね、私、サプライズパーティーかなーみたいな。そんなのほほんとした感じじゃないんかもしや。何?誰もいない。誰か
今のね、生きているものはいないのか、というか映し方、どこにおられる、人間じゃないけんあれやけど、なんかね、死体が散らばってそうな感じの反応やったけど、よく漫画とかである、私が読み寄る感じの漫画でよくある、誰か生きているものはってもうなんか死んどる前提やん。ん？陽気な音が。この音は。あ、これ何 ？BGM として今かかったわけじゃなくって、その場で流れうる感じ？あ、ルキルキルキ。そう、名前がいまいちね覚えれん。ん？人おる。今響く喜びの歌。朝が来た朝が来た。我らを照らす明日への光。大足が天に舞い我らを讃える。サンガの水は清く澄み我らを癒すだろう。歌えデルカダールの民よ、強き心の太陽の民よ、歌え歌え喜びの歌を。国歌かな。おグレイグよくぞ。なんかやっぱりサプライズやったんやね。よくぞやってくれた。いやー、そういうの心臓に悪いんじゃない。は私は大丈夫やったけど、グレイグ的にはちょっと嫌な予感させとったよ。もうどいておくれよ。お、お母さんじゃないか。待って。いやいやいや、この鳥での英雄と王様突き飛ばしてきたけど大丈夫なん？男前になったじゃないか。もうすでに会ったよね。やっぱりあんた私の子だ。薄暗くてよくそんなにわからんかった。え、今まで確信持ってなかったんかな。なんか声はそうやけど、もしかしたら違うかもぐらいの感じで接されとった。私つら礼を言おう。超つらいやん。しかし世界は未だ混乱を極めておる。これでもうあれか、そなたはこの世界の希望、このデルカドール地方は、どうかロトゼタシアに光を取り戻してくれ。なんかよくあるやん、アプリゲームとかでさ、ちょっとずつちょっとずつなんか国解放していくみたいな。今日まで我らが王国のためよく戦ってくれた。まだ世界中っていうわけじゃなくて、なんかデルカダール地方のボスを撃破して、この土地だけ浄化されたというか解放された感じ。今こそ世界のために役立てる時じゃ。お、これ旅立てって言うよね。意味はわかるな。こういうさ、意味はわかるなとかじゃなくてさ、はっきり言えやって感じじゃない。そしてなんかね、勘違いがそこで生まれたらどうするんよね。大事なところやのに。悩むことはない。お前の心はもうとうに決まっておるのだろう。お、旅立ちたいって。ここの人らを守りたいとかいう方じゃないの。あ、旅立ちます。我らが勇者よ、この命今日からあなたに預けます。わあ、急激にめちゃくちゃ低姿勢。一応なんか比例は詫びられとったけどね、唐突になんかこちらの進化になったかのような。グレイグが仲間に加わった。めっちゃドヤ顔やね。あ、さらにドヤ顔になった。じゃあ、あれか、一番最初の仲間はグレイグやったんやっけ。ここからのスタート。皆の者、夜が明けたぞ。え、次どこに行けばいいんやろ。我らの勝利だ。普通に何、何サブストーリー的なのと同じようにシルビアさんから行くんかな。太陽を取り戻した最後の砦の祝宴は一昼夜続き、三冠の砦で絶え間なく喜びの歌が響いた。え、一昼夜。え、大丈夫、モンスターおらんの。別に皆無じゃないやろ。そして夜が明けた。最後の砦の英雄デルカダールを覆う闇の雲を払い、最後の砦に太陽を取り戻した者に贈られる称号。ねえ、なんか一晩中どんちゃん騒ぎなんかしよったら普通に狙われると思うんやけど。あ、どうもどうも、こんにちは、旅人の宿屋へようこそ。お泊まりですか。どうした、記憶がなくなったか。私英雄なんですけど。英雄、勇者なんですけど。しかも今目覚めたばっかだし。え、待って、どこに行けばいいん。あ、とりあえずデルカダール王に会いに行けばいいのね。何眺めてるんだ。
久しぶりに見るお日様の光は本当に綺麗ね。なんだか泣けてきちゃったわ。あ、そっか。え、太陽出てなかったんやっけ。なるほどね。なんか見つめ合ってしまった。なるほど、なるほど。あ、シャボン玉。いいね。前からそんな飛ばしよったっけ、シャボン玉。あの二人があそこにおったことは知っとんやけど。え、てか王様のテントは、こちら方面でよろしかったでしょうか。ん？え、あ、全然違う、逆方向。待って待って。私は今一体どこに、あ、ここをやってきたんか。で、こっちに行けばいいわけやね。なるほど、なるほど。あ、なるほど。あれやね。スティックを倒しただけじゃ入れんかった。ボタンを押さんと入れんかった。お、あ、またあれやね。離れ離れやね。デルカダールの王様から伝言なんだけど、あなたに大切な用事があるから王様のテントに来てほしいそうよ。もしかしてまたアイナを捕まえる気だったりして。いやいやいや、やめて。なんちゃって、デルカダールの王様はもう絶対にそんなことしないもんね。てか、エマから聞く前に私普通にね、次の行動予定見ちゃったわ。知ってまーすって感じになってしまった。来たよ。昨日はぐっすり眠れたか。いつの間についてきとったんか。ん？民に眠らせてもらえなかった？超迷惑やん、今日旅立つっていうのに。いよいよい。いや、よくねーわ。それこそ平和の証。で、私たちは今からね、またその解放されてない危険な土地に向かうんよね。よいよいじゃねえわ。グレイグ、ね、お前に渡すべきものがある。眠みたいな状態で七に向かったら死ぬよ。それはデルカダールの盾。 お前はわしにとって我が子のようなもの。待って、私は旅立ちにふさわしき身支度を整えるのが親の役目。え、私への贈り物は受け取れ。こういうの普通さ、勇者がなんか贈り物されん。これを持って旅立て的な。うん、よく似合っておるぞ。その盾は世界最高の騎士の証。そなたこそ勇者を守る最強の盾じゃ。良いな。はっ。で、私はさて、勇者よ、道しるべとなる大樹は地に落ち、これは勇者の剣は魔王に奪われたと聞く。私には剣をくれるわけやね。なるほど、そういうパターンか。しかしだ、わしはそなたの父ユグノア王からこんな話を聞いたことがある。何？しかし、ロトゼタシアにそびえる霊山、北のゼーランダ山と南のドゥーランダ山、その山頂に住まう民たちは何やら勇者とゆかりのある者たちらしい。何？私だけなんか自分で取りに行ってこい的な感じですか？あの話が本当であるとすれば、そなたは彼らに会うべきであろう。魔王を倒す助けを得られるやもしれぬぞ。私から贈るものは何もないっていうことか。ナプガーナ密林を西に進むとソルティアナ海岸に通じる谷がある。そこを越えた先にある山間の石章を抜ければ、いろんな地名が出てきたわけがわからんくなる。何？ナプガーナ密林を抜けた先にソルティアナ海岸があって、そこを越えた先にある山間の石章を抜けたらドゥーランダ山。我らも預かり知らぬ道ゆえ、ナプガーナ密林、ソルティアナ海岸、ドゥーランダ山を通っていけばいいってことやね。心して向かうがよい。でも名前は聞いたことあるけど、普通に今まで通ったことあるとこよね。その目的地だけ行ったことないとこってことかな。ナプガーナ密林は一体どこかな。また旅立ってくれよ、アユナ。また旅に出るんだね。しかも世界を救う旅だなんて、今までよりずっと険しい道だと思うわ。でも私はあなたを信じてる。あなたならきっと魔王を倒してくれる。平和な世界で一緒に暮らせるって信じてる。私、アユナが帰ってくるのをずっとずっと待ってるからね。いや、思うんやけどさ、こんなに目立たん主人公の幼馴染ってある？私絶対最初ね、一緒に旅に出るもんやと思っとったんやけど。何の能力もないみたいやけん、しょうがないんかもしれんけどさ、もうちょっとなんか、
ビアンカほどではないにしてもなんか活躍してくれんかな。え、だってさ、あれ、ファイブさ、フローラでさえ一緒に旅に出るんよ。選んだら。あの、お金持ちのお嬢様。あの子でさえ冒険出るというのに。え、神の岩違くね。え、ちょっと待って。わし、どこに来た？え、あ、うわ、正反対の方向やないか。え、めちゃくちゃ正反対の方向やん。ちょっとびっくりするんやけど。あ、え、もともと自分が目覚めたテントのある方向から出ていくということか。え、まだまだ先やね。めちゃくちゃ遠かった。あれ？もうそんなに移動しとった私。ここエマのところか。エマのところっていうか王様のところか。あ、で、あそこを登っていけばいいんよね。ふぅ、遠いぜ。え、マジこんなに、最後の砦とはいえ、あれやろ？もともと石の村やろ？こんなでかかったっけ？あ、お母さん。それは私の馬じゃないよ。なんか待ってくれとるけど。あゆな、これだけは覚えておいて。世界を救う勇者だろうがなんだろうが、あんたは私の息子だよ。了解。ちゃちゃっと世界を救って、石の村に帰ってきておくれ。そんな簡単に言われてもね、お使いじゃないんやけど。あんたの大好きなシチューを大鍋いっぱいに作って、母さんはいつまでも待っているからね。いいね、シチュー食べたいね。最近食べてないや。リアルな方のあゆながちょっと。出てきた。まだずっと馬はあそこで待っとんかな。ねえ、さっきの黒い馬の隣にでもおらせておいてあげたらよかったのに。あの子も一頭やし。悲しい。とナプガーナ密林に向かえばいいんよね。どうした、扉じゃなかったかと思った、ここ。ナプガー、あ、あれや、わかった。ここで方向を間違えてしまったらデルカコスタに行ってしまう。え、馬がいないんですけど。消えたんか。やば、別にいいんだけども。え？あ、私、勝手に自分が上の方から出発してると勘違いしとった。もうか、こっちか。めちゃくちゃまっすぐ進んでいくつもりでおってよ。やばい、よかった、マップ開いて。え、これいけんくない？この先はナプガーナ密林。悪しき魔物が締め切う死の森だ。そこからくぐる？くぐれると思うよ。いや、グレイグはどうか知らんけど。スルティアの海岸に続く大橋は俺たち直しておいたから安心して進むといいぞ。やっぱくぐっていくんか。橋直す前にそこの木をどけろよ。雨が降り出した。密林ってことはスコールってやつかな。スルティアナ海岸。私は今、そこだね。オッケー。お、もうここへね。ドゥルダキオ、やった、到着。で、何？新しい武器でもくれるの？おー、立派な建物。いいね。異国情緒溢れる感じ。まあ、むしろ和風なとこの方があんまないけど。小村の里ちょっと和風やったんやっけ？違ったかな？ここが勇者ゆかりの地か。お、あっとった。体重が落ちた場所から近いという間に、里は全く無事な様子。え、今日じゃなくて里？里なの？あ、その顔、見覚えがあるぞ。さては貴様、デルカダール兵だな。お、私もあなたの顔なんか見覚えあるわ。来たね。デルカダールのものよ。これまで我が里を封鎖しよって今し、我らドゥルダの民の怒りを思い知れ。何？どういうこと？怖い。待って、超怖いんですけど。なんだこの動きは。
どこから攻撃が飛び出すかわからん。油断するな。いや、なんか確実にさ、リアルでこんな動き周辺で3人からされたら不気味すぎて無理なんやけど。騒がしいと思って来てみれば何事ですか。里の外の方に無礼は許しませんよ。散歩大掃除を。違います。怪しいデルカダール兵が来たので取り調べていただけです。どんな取り調べやねん。デルカダール兵ですって。普通に取り調べろや。踊り出すなよ。なるほど、確かに。ですがあちらの若い方は兵士には見えませんね。若い方、めちゃくちゃ幼い子に若い方って言われたよ。あなたから感じるこの力は、もしや勇者様ではありませんか。もう久々になんか、でも自分で勇者はいっていうのなんか嫌じゃない。なんか恥ずかしくない。一目見ただけでお前の素性を見抜くとは。ああ、どれだけこの時を待ちわびたか。なんか久々に勇者で歓迎されたような気がする。この者たちの無礼な振る舞い、大変申し訳ありませんでした。後ほど里の一番高い場所にある大使の宮殿を訪ねてください。お話ししたいことがあります。変わった子だね。まだ年若いというのにこちらの心を見透かされるような、大僧侶っていうぐらいやけん偉いんやろうね。他に当てもない。とりあえず彼の言う通り大使の宮殿に行ってみるか。了解です。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。